ははいこんばんば ytk です、えー、皆さんマム太郎をねどの属性の武器で挑んでますか、えー、あの金属のねあのー、鎧のようなものですねあれを身にまとっている時は雷が効いてでまあ、本体直接ダメージ与える時はまあ、氷がいいとでこれはあの開発者がねあのー、配信1日前に生放送で言っていたのでもうまれもない事実ですよね でまあ結構ね偽情報出回るんですよねあの憶測とかねで前作はこうだったから今回もこうだろうみたいなねあの一例を挙げると総中婚のねあのエキス取ってからの効果時間とかねあと攻撃の倍率なんかもあれ偽情報が結構出回ってね最初の頃あの真に受けてやってたんですけどもまあ、今回はねあの開発者のね一番偉いさんが。 にっ実際どうですかあのね鎧をつけてる時に、えー、雷で行ってで剥がれてからねエリア4に行ってから戻り玉で戻って氷に変えてとかね、まあ、正直面倒くさいじゃないですかで実際やってみたら分かるんですけどもあの怒ってね真っ赤になった時って何をやってもダメージ通るんで結構大ダメージが。 なななんでわわざわざね着替える必要ないかなとで最終的に自分で行き着いたのは無属性ですねもうあれで弱点部位バシバシ叩く方がダメージでかいような気がするんで自分は今このねマム太郎の、えー、装置使っております麻痺のねやつでね結構強いんですよこの装置コンのね武器がで今、まあ、無属性強化でいっているんですけども、まあ、これはこれでね、あのー、間違いではないと思います まあ、正ししいかかどうかはまあ別としてねで実際結構いいダメージ出してるんでまあ,あの自分はこれで満足してるんですけどもあのこちらハンターノートの方ねよくよく見てみるとこれですね有効な属性のとこでねちょっと気になるのが出てきたんですよそれが水と龍なんですよ意外とね星2なんですよねで 竜が、えー、金属の鎧がある時が星1で本体が星2なんですけどねで水がねどちらも星2なんですよであのどんな状態でもこの星2っていうのは水だけなんですよねで皆さん水で言ってますあのこれ知ってました僕これ見るまで知らなかったですねなので、えー、今回実際水がどれぐらい有効なのか で他のね属性とどれぐらい差があるのかっていうのでねちょっと自分なりに検証してみようかなと思って動画を撮り始めましたで今回の集計方法なんですけどもまあここち,ちょっと簡単にね書きましたけども、えー、会心率はあの100%で全ていきましたあの分かりやすいようにねでまあ総中根でいきましてエキスは一切取ってませんだからあのこの攻撃力っていうのはまあ、素の状態ですねはい で攻撃の方法は、えー、三角丸の3ヒットコンボ三角で2段攻撃で丸で1段の合計3段攻撃ですねで, <laughs> で3段攻撃のこの値123というのをここで取ってますえー、表の説明なんですけどもまず武器名こ,こちら各属性の武器でいきましたもう書いてある通りですねでこのカッコしてるのがレアリティですまあ8もありゃ6もあるという で、まあ属性ですね、普通に。で、有効属性。あの、ハンダーノートに書いてるやつですね。このカッコしてるのがね、金属まとってる時の、えー、有効属性です。で、カッコがない方が本体の有効属性ですね。で、攻撃力。これ武器の攻撃力です。で、今回あのーえー、上昇するようなものは一切つけてないんで、もうこのままでいってます。あのー、猫飯とかね。 人薬とか一切使ってません。で属性値で。今回計算ね属性値入れてませんだからまああくまで目安やと思ってくださいで本体ダメージ、えー、これやとえー、ガイラブレード麻痺の本体ダメージあのダメージがよく通る方ですねあの金属じゃなくてねで今回はあの本当ならね あの金属を剥がしてからあのねえー、解き離れて解き離れてからですねあのダメージを与えるのが一番ベストなんですけどもちょっとそこまでやってられないとであとあえてねもうあの金属剥がれると動きむちゃくちゃ速くなってねこのスリヒットもちゃんと当てれるかどうかも微妙だったんで今回は、えー、エリア1の時にねあのゆっくり動いてる時にあの腕の内側を攻撃しました。 あそこならあの弱点 V なんでね、あのダメージしっかり取るんで、あれで計測してます。で、この41.7っていうのは、あの、先ほども言いました通り、3ヒットコンボの平均値をここで出してます。ね。で、これなら非属性ですね。28,24,52の合計出して3で割った数が34.7ですよって感じですね。で、タイレ用はちょっと飛ばします。で、金属ダメージ。こちらはね、あの、金属まとってる時のおっぽう攻撃しました。 で、平均が20.0、えー。16、14、30を足して3で割った数字ですね。二十。という。で、対う表もちょっと飛ばします。で、平均値。で、これ本体ダメージと金属ダメージを足して2で割った数字ですね。これはダメージです。平均ダメージになります。で、平均対ようと。で、えっ、ー、と、今回ね、あのー、どういうふうな検証かと言いますと、 まあ本当なら検証ならね、武器、ね、攻撃力全部一緒にして検証するのが一番へあの平均と言いますかベストなんですけども、まあ、自分が持ってる武器でね、攻撃力一緒にするっていうのはなかなかちょっと難しかったです。なので今回対霊賞という形で取りました。対霊賞についてはちょっとあのググってください。あの説明ちょっと省きます。で、今回どういうふうにまあこの数字出したかっていうと、攻撃力、 割る与えたダメージの平均です、ね、まあ要は 729÷41.7 は17.5ですよと。でこれどういうことやと。まあ簡単に説明しますと攻撃力が500ある武器でダメージが100やったとすると 500÷100 で5っていう数字が出ますよね。でこれがあの目安になります5ね。でもう一つ武器、えー、攻撃力が1000。 で,でダメージも同じ100やと。ということは1 0 0 0 1 0 0で10になるじゃないですか。でそうなると同じ100でもねあの意味変わってくるじゃないですか攻撃力500の武器と1000の武器で100しか同じダメージ与えられなかったらどっちが優秀か、ね、当然500の攻撃力の武器の方が優秀なわけですよ。だその500のね、えー、属性の武器を1000に上げたら100のダメージが200になるわけなんで。 で、その方を、あの、ええー、わかりやすく、あの、背比べするように、この対列車という数字を出しました。なんで、えっ、ー、と、割り切れる数がね、あの、少なければ少ないほど優秀ということになりますね。で一番、まあ、あの、本体ダメージで優秀なのは当然氷ですね。ええー、有効度、星3です。で、今回一番攻撃力少ないですね。もう、しょぼい武器なんで。 これ本当はね、もう一個ね、強いやつあるんですよ。あの、イカのね、形したやつが。で、自分ちょっとそれ作ってなかったんで、作れなかったんで <laughs>、ちょっとこのクソ弱いやつでいきました。で、こいつの場合ね、574という攻撃力でね、まあ、属性値ちょっと高めなんですけども、与えたダメージが42.3やと。ね。で、えー、っと、次に高いのが、あ、次とていうか一番高いのがこれですね。エ、えー、ネルギガンテの武器。 で、流属性で、まあ、有効度が2なんですよ。だから、なかなか有効なんで、当然、こんだけね、ダメージ与えて当然なんですけども、こ、ね、この2つ見比べてもらったらわかりますように、この2つね。574と698、もう全然違うじゃないですか。こんだけ差があるのにね、あの、ダメージがほぼほぼ一緒やと。あの、さっき説明した通りですね。つまり、えー、いかに氷属性が有効か。 でこの氷属性をこの698ぐらいまで上げるとダメージね、もっと上がるんで、あの、まあ、そのダメージの通りやすさをこのね、対列表で表してます。なんで一番有効なのは、まあ、あの、本体ダメージに関してはね、氷だっていうのがよくわかりますね。で、その氷、え金属へのダメージは15.7。で、対列表で言うとあの割り切れる数が多いんで、 こんだけ、ね、あの攻撃力低くてもダメージも低いんで36.6ともう一番最低ですねなんで耐霊書がすごい悪いっていうのがよくわかりますなんであの一応平均ではこの19.8ってね一番耐霊書的には低いんですよだから一番優秀感に見えるんですけどもあまりにもね金属の通り具合が悪すぎるもう罰なだけあってね なんで、最初から最後まで氷で行くのは、まあ、正直どうかなと。ねあの、皆さんご存知だと思いますけども、あのー、マモ太郎とってね、あの、討伐がメインじゃないんですよ。一番メインなのは、あのー、調査ポイントを上げることが一番メインなんですよね。あの、角は、まあ、自然に最後、あの、嫌でもお,おるんで、 つも折るのは一番のメインではないと思います。いかに達成度を上げるか、達成度を上げるとね、あの最後の報酬美味しくないんですよ。マックスまで上げると、じゃあ達成度はどうやって上げるかっていうと、V 破壊とかがね、あの重要になってきます。まあ、他にもいろいろね、あの重要なポイントあるんですけどもね、落石だとか。 落石だとか落石だとか <laughs>。まああるんですけども、まあ V 破壊もものすごくね重要なんでね、あの、金属の鎧まとっている時にね、あの金属の鎧を少しずつ剥がしていかんといけないんですよ。となるとやっぱり金属ダメージもね、重要になってきますよね。なんで、まああの途中で着替えりゃしまいなんですけども、着替えのもうめんどくさいしね、もうさっさとクリアしたいんで、今回のお話はあくまで えー、一つの属性で最後まで行きましょうっていうのを前提の話なんで、まあその辺ちょっとご了承してください。で、自分の場合はね、もう、この集計した武器、これで行ってます。えー、ガイラブレードの麻痺を無属性の状態でね、解放戦と。で、まあ729。まあ実際あのー、アイテムで持ったらね、えっ、ー、と900ぐらいまで上がるんかな、確か。 ですけどね、まあ、あの、タイレーションも、ま、そこそこ悪くはないんですけど、まあ、ね、ダメージも、ま、あいっちゃいいんですけど、17.5、えー、っと、1、2、3、4番目ぐらいかな。で、36、えぇ、ー、1、2、3、うん、やっぱ四4番目ぐらいですかね。なんで、どっちつかずなんですよね、やっぱり。うん、もうずっとね、あの、結構、 あの、酔いはげて、あの、怒ったりして真っ赤になるとダメージむっちゃ通るじゃないですか。だから、ついついね、あの、有効や思ってずっと言ってたんですけども、こうやって数字に直してみるとね、あんまり、てか全くよろしくないですね。うん。だから、今度からあの、自分はこの無属性ちょっとやめようと思ってます。<laughs> はい。じゃあ、えー、通していくならどれがいいか。 で、ここで目指すのはやっぱり、あのー、あれですね。この流属性ですね。まあダメージでかいんでね。43と20と。で、タイレションもね、そこまで悪くないです。まあちょっと金属の方悪いですけどね。で、平均も、まああんま悪くないと。ね。ただ、あのー、もう一個ね、目指すのがやっぱこの水なんですよ。水に比べるとね、ちょっといまいち。 あの、このダメージはね、見んといてくださいね。もう攻撃力、高級譜なかなか高いんでね。で、レシオだけで見るとね、やっぱりね、ちょっと見劣りするんで、あれなんですけども、水がね、むちゃくちゃ優秀なんですよね。かなり優秀ですね。あの、平均よくはちょっと上行ってるんですよね。まあ平均よちょっとどころじゃないですね。これ見る限り。なかなか浮いてますね。 で、今回ね、すごい弱いあの武器で行ったんで、まあ、中途半端なね、やつで行ったんで、まあ微妙な値になっちゃってるんですけども、これしっかりね、強い武器でいったら、これほんとなかなかいい数字出ると思います。実際平均で言うとね、えー、上から2番目の値出してますしね。で、ダメージもまあ平均もまあ、どっちつかずかな。<laughs> まあ悪くはないです。 なんで、タイレッシオだけで見るとね、あの、すごくいいんで、まあ、水で行くのが一番ありなんじゃないかなと。まあ、着替えなかったらね。で、今回、あのー、マムタロットさんね、あのー、水の武器がなかなか強いらしいんですよ。僕、一個も持ってないんで、ちょっと、本当かどうか分かんないですけども、あのー、この辺で、ね、全部マムタロットさんの武器なんですね。このガイラブレードね。まあ、ご存知だと思いますけども。 ただこれらね全部ね青ゲージ止まりなんですよあ今回集計した全部青ゲージ止まりのはずです確かであの匠つけてもね青ゲージのまんまなんですよねこのガイラブレードに関してはただ水のガイラブレードだけはね白ゲージいくんですよあれなんであのー、水のね水も確か620あったのかな攻撃力がうん で、まあ、あの、水属性強化してね。水属性はだいぶ高かったような気がします。うん、あ実際持ってないんでね、ちょっとわかんないですけど。うん。なんで、まあ、あの、マムタロントさん行くなら、水属性の武器で行ってみてはいかがでしょうか。うん、だいぶね、あの、ダメージ通ると思います。最終的に、水で行ってください。あの、終始ね。 最初から最後まで水でいってください。一回目はね、あの、鎧剥がすのがメインなんで、雷でいって、で、二回目最後までね、水でいくっていうのが一番ベストなんかな。うん、それが楽だと思いますね。まあ、そういうことです。はい、えー、ご視聴ありがとうございました。